はい、生の基地横須賀さんです。はい、今日もよろしくお願いいたします。CM 前のクイズの問題ですね。酒粕のアルコール度数どのぐらいでしょうかということで、1% か 3%、 そして 8% か 14%、 4つの中から選んでいただいたんですが、実は正解は3番、約 8% もあるんですよ。そうなんですよ、はい、ただあの 100g 全部食べたら 8%、 8g のアルコールが入るということなんですけれども、熱で加熱するとある程度は飛んでいくので、調理後は 1-2% になるんですね、はい、ただし今日の場合はカス煮だけじゃなくて、あの大根が入ったりとか、その他にもお汁が入っていくので、まあ、0.1% 以下、計算したら0.06% になっておりますので、まあ、大丈夫なんですけれども、うんうん、ただし本当にアルコールに弱い方とかね、あとはお子さん、ちっちゃいお子さん、あとは妊婦さんとかは気をつけてくださいね。はい、今日の煮物温まりますよ。赤魚と一緒に煮ていきましょう。材料です。はい、赤魚の切り身2-3切れ、これ冷凍で1年中あったので使いやすいかなと思って出したんですけれども、他のお魚でも OK です。あとは冷凍大根作ってみました。 200g ですね。だいたい10センチぐらいを切って冷凍するだけです。あとは長ネギが1/2本、酒粕が 100g です。調味料はだし汁 200cc、 砂糖大さじ1、醤油大さじ2、その他に今日は柚子の皮と貝割れ菜添えてみました。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。さあ、では作っていきましょう。まず今この浅いお鍋ですね、フライパンですけれども、このぐらいの広いものの方が煮やすいと思います。だし汁が入っております。ここに調味料入れていきましょう、まあ、調味料って言っても今日ね、お醤油とお砂糖しか使わないんですね。酒粕の旨味がありますからね、お醤油大さじ1杯入ります。そしてお砂糖は小さじ1杯ぐらいね、はい、でここに大根入れちゃいます。冷凍大根です。冷凍にしておきました。凍ってるんですよ。茹でたりしないです。皮むいて使いたい大きさに切って、冷凍庫に3時間入れとくともうすぐ煮えますから。で一応ね、これ風呂吹き大根風に3センチぐらい厚みがあってという場合には10分ぐらい煮ていってください。今日の場合は 7-8mm の厚さのいちょう切りなので、まあ、ちょっと煮ればすぐ煮えます。3分ぐらいでね、食べられる硬さになっていきます。みるみるこう溶けると一緒にこのだし汁シューッと入っていきますからね。はい、あ、ポイントでした、言っちゃった冷凍大根です。すぐ煮えるので便利ですよ、本当にね。さっきもね、スタッフから聞かれたんですけど、茹でて凍らせるんですよねって言われたんですが、いやいや、そのまま凍らせましたということで、ぜひ今日やってみてくださいね。はい、ではある程度もう煮えてきましたので、赤魚いきましょうね。で一応ね、ちょっと5、6分経ったということで、さらに追加のお醤油が入ります。それからお砂糖も入りましょう。はい、入れました。で赤魚ですね、これカチカチに凍って売られてるんですけれども、ちょっとね、解凍して、ただすっかり解凍ではなく、まだちょっと中の方凍ってるかなっていうぐらいで煮始めるとちょうどいいですね。はい、いきます。よいしょ。で、できるだけ大根が下に行かないようにね、下にペタッと鍋の底に行くようにしてくださいね。さあ、これで煮ていきましょう。でその時にちょっとね、上の方に煮汁を回したいので、ホイルでもいいですし、あるいはオーブンペーパーみたいなね、紙でも、落とし蓋あれば落とし蓋使ってください。これで煮ていきましょう。火加減あんまり弱くしないでくださいね。ちょっと短時間ですぐに煮えた方がふっくら柔らかいですからね。ではでは、はい、じゃあこの間にちょっと煮汁もらいましょうか。今日使う酒粕はね、健康院さんの酒粕です。これも美味しいですね、うん、はい。さあ、ここから煮汁をちょっといただいて、練り粕だったらこういうのあんまりしなくてもいいんですが、今日のはね、少し溶いてあげましょう。はい、で少し混ぜていきます。 100g っていうとこれこのぐらいなんですよ。ここに 8% のねアルコール入ってるんですよ。だからこれをつまみによく日本酒飲む方いらっしゃいますけれども ね、 ねなかなかのアルコールですからね、気をつけてくださいね。
はい、少しだけ細かくしていきましょう。すごくいい香りです。小さい頃はね、やっぱりこの酒粕嫌いだったんですよ。アルコール苦手だったんでしょうね。今は本当いい香りだなと思って、この粕煮美味しいんですよ。冬場最高ですね。はい、ではここに戻しましょう。はい、いきます。あ、いい感じですね。はいはい、このお魚も表面白っぽく変わって煮えてきましたよね。このあたりで入れていきましょう。いいですね。で、今日はお醤油使って家庭料理で、ね、使いやすい調味料にしたんですけれども、ポイントです、はい、お味噌でもいいですよ。で、白味噌が綺麗でね、あの酒粕の白い色が生きるんですけれども、白味噌だいたい甘めなんですよね。そうするとちょっと甘すぎになるので、まあ、普通のお味噌でいいですよ。お家にあるお味噌でね。で、煮汁がとろっとするまでまたちょっと煮ていってください。はい、煮えました。こちらでございます。今保温してました。ちょっとね、時間経っちゃったかな。はい、こんな感じで煮えてきましたので、もうすっかりアルコールは飛びましたね。私の中では飛んでます。さあ、盛り付けましょう。どうしますか。せっかく煮えたの、ここで崩しては大変ですからね。この辺がいいですか、本間さん。お腹の身の、はい、油が乗ってそうなところをね、はいはい、さあ、そして大根。この大根もね、粕のこのエキスを吸って本当に美味しく煮えてますよ。煮汁もかけて、はい、あとはここでちょっと柚子とね、冬ですから柚子、それから貝割れ菜も添えてあげましょう。はい、ちょっと添えて、はい、出来上がりです。はい、出来上がりました、はい、赤魚と大根の酒粕煮でございます。